今日もセントリアは賑わっているな。たまには普段行かないような店も覗いてみるか。お、この食べ物。なるほど、動物用の餌か。Did you just animal feed? そういえば学院で見つけた猫、まだそこに住み着いているなら。I'll take that as a yes. せっかくだし、餌を買っていってやるか。前に見たのはこの辺りのはずだけど。いないな。もう学院の敷地からは出て行っちゃったのかもな。餌は無駄になっちゃったけど、仕方ない。帰るか。ふざけるな。Oh God, he's back, fucking Shinji. この声。まさか、この私に反論する気か？そういうわけでは。ではなぜ断る？ただ、今は都合が悪いだけで。言い訳をするな！お前ごときが。欠陥品のくせにこの私に逆らうとは生意気だ。Oh God. How dare you? おい、あんた。お前は以前メリナといた男か。邪魔をしないでもらえるか。今は大事な話をしている最中だ。悪いけど、目の前で友人が叩かれるのを黙って見過ごすなんてことはできない。ちっ、まあいいだろう。だが、お前が私の邪魔をしたことは忘れない。次に会った時は覚えておけ。What did he do? He literally just talked. 大丈夫か、メディナ。余計なこと。あのまま見過ごすことはできないって。このままではまた。頬痛むか。治療が必要なら。触るな。あお。ごめん。本当に大丈夫なのか、メディナ。手が震えて。気にするな。平気だ。では、私は行く。All right, bye. おい、メディナ！普段は勝ち気なメディナがあんな風になるなんて、一体何に怯えているんだ。Yeah. Hi, senpai. Lina senpai. Daga. なるほど。そう。
それと、よし。え？ありがとうございます。Ah. Her drill sergeant hat. I'm out. キリト、だいぶ上達したな。渇水の構えも様になってきた。いえ、先輩みたいにうまく受け流すまでにはなかなかなれません。Parrying exists? 使いこなせるに越したことはないが、問題はないさ。キリトの剣は私以上に攻めの剣だ。攻撃の力を伸ばしていくことがさらなる上達への近道だろう。剣を交えるたび、お前のアインクラッド流は進化していく。毎度お前には驚かされるよ。さらに進化しないといけませんね。リーナ先輩をもっと驚かせるために。Uh-oh, it's 3 o'clock. また再開しようか。検定試験では持久力も要となるからな。わかりました。お前も飲むか。水なしでは干からびてしまうぞ。ありがとうございます。I thought you were talking to me. It's kind of scared me.お前とはもう半年以上の付き合いになるな、キリト。ねえ、なんだかあっという間でした。それでもお前は変わったぞ。入学試験の時より顔立ちまで大人びたような気がする。あの、リーナ先輩？なんだ？なぜ先輩は俺をそば好きに選んでくれたのですか？それはお前の剣、アインクラッド流の剣風に我が流派セルルト流に似たものを感じたからだ。つまりアインクラッド流が実戦向きの剣術だからですか？ああ、だが我がセルルト流もキリトの剣に比べればまだ固いことをお前と剣を交えて思い知ったよ。そしてお前は入学試験で試験官と誰よりいい勝負をしていた。実はお前をそば好きに指名するにあたってはちょっとした慣習破りをしているのだ。慣習破り？先輩が？ああ、貴族の子女がそば好き連署を選ぶときは同じ貴族の、しかし等級が自分より低いものを指名するべし。そんな慣習があるのだよ。私がお前を指名したときは上級貴族代表どもが寮の部屋まで抗議に来たものさ。知りませんでした。それでも私はお前の剣のすべてを知りたいと願ったのだ。His moves are copyrighted. リーナ先輩。話しすぎてしまったな。そろそろ再開しようか。
今度の検定試験は3回目。お前だけでなく、他の修験士たちも力をつけている。I bet I'll slaughter the butts. 油断せず対策を行って。Nobody can copy my style. 勝ち進むことだ。このまま実力を磨けば、お前とユージオは昇級試験で上級修験士になれると考えている。はい。数時間後。どうしたの、キリト。ぼーっとして。え？ああ、少しメディナのことが気になってさ。メディナのこと？ I'm worried about her too, man. 喧嘩でもしちゃったのかい？ No, no, no.まあ、well, yes. そんなところ action, no. 気になっているなら早く謝って仲直りした方がいいよ。メディナはキリトと違って繊細そうだし。まあそうだな。で、俺がいかにも繊細じゃないみたいな言い方だな。だってキリトは結構大雑把でぐいぐい人に踏み込んでいくじゃないか。僕相手だったら特にそれで問題ないけど、慣れていない人は驚くことがあるのかもしれないよ。なあ、まあ否定はできないかも。でもメディナはあの時確かに怯えていた。あの顔も声もメディナらしくなくて心配で。わかった、早めに謝りに行く。というか話をしに行く。うん、それがいいと思うよ。The cat's back. どうして食べてくれないの？よ、メディナ。How did you know she was here? お前。You have like a radar on your head? あれ？なんかこいつ今日元気ないな。餌残してるし。近頃具合が悪いようだ。原因はわからないか。そうか。獣医なんて転職はこの世界にはないだろうしな。どうしてここに来た？関わるなと言ったはずだ。え？いや、メディナにちょっと頼みたいことがあって。何？その、そうだ、立ち会い！俺と立ち会いしてくれ。恐ろしいほど唐突だな。一体なぜ？試験がもうすぐだし、練習したいと思ってさ。メディナの剣はすごいから、対策にぴったりなんだ。構わない。付き合ってやる。だが。手加減はなしだぞ。Every August 28th.That is very specific for the story, because Kirito and Yuji-o joined the garrison.Come at me! Look at her in a school uniform, I like it.
I can't believe I'm doing this. I'm so sorry, Medina. Kirito yearns for true gender equality. She's fucking dead, dude. Oh my god. I'm so sorry. やっぱりメディナはすごいな。下段構えからの攻撃も完璧に回避できるなんて。また腕を上げたんじゃないか。 Yeah, practice makes perfect, am I right? Or am I not right? この回避は父からの受け売りだ。正確にはオルティナノスケ代々に受け継がれたものだ。オルティナノスケってすごいんだな。ああ、オルティナノスケは古きより武術に優れ、ハイドルキア流の非奥義を極めてきた。技を最古より自分のものにしているがゆえに、熟練度も高く、それを代々受け継いできたのだ。第三代目当主が非奥義、天山烈波を発見して自分のものにした。I'm so glad she's opening up to us. This makes me happy.すごく早口になってないか。なんだ、気に入らないのか。いや、メディナが楽しそうだからよかったよ。楽しそう、私が。ご先祖様のこと喋ってる時すごく楽しそうだった。メディナは本当にご先祖様を誇りに思ってるんだな。ああ。あのさ、メディナ。なんだ？この前は悪かったよ。急に何を言うかと思ったら。少し無神経だったよ。メディナの問題なのに踏み込みすぎた。それでも友達が殴られたりするのを見て黙っておくなんてできなかったんだ。だからそれについて謝る気はない。結局どっちなんだ。謝っているのか謝ってないのかさっぱりわからない。 Kirito's a simp, he'll definitely apologize. まあそうだな、もう俺もわからないよ。まったく。別にお前は悪くない。あの時は何より自分に苛立っていた。ただそれだけだ。I should have done that. なあ、メディナ。聞いていいかな、あいつのこと。あの男は私の婚約者だ。Beyonce? Question mark? 何？Oh, auto's not on. Why was it not on? なぜあんなことをするかって。あの男の家は過去、オルティナノスケの配下を務める一族だった。だが、オルティナノスケが欠陥品と呼ばれるようになって以来、奴らは何かとオルティナノスケにきつく当たり出してな。だからメディナを引っ叩いたりするっていうのか。そんな奴の言いなりになるなんて。夫となる者には従わなければならない。それに奴の一族は皇帝主催の議会にて発言権を持つ。報復されるのが私だけならばいい。だが私の振る舞いはオルティナノスケに関わる全てに波及してしまう。
から機嫌を損ねるわけにはいかないってことなのか。ああ、それに逆らってもっとひどい目に遭うのは耐えられない。あの時と同じ顔だ。一体何をそこまで恐れているんだ。メディナ。だから私は入学試験で手を抜いた。入学してからもそう。あいつに勝てば何をされるかわからないから。情けない話だがな、ご先祖様が見たら悲しまれるだろう。Isn't like you. そんなの変だ。全然メディナらしくないよ。Now auto's off again. Gotta get used to that. 私らしくない。I only turn auto on so you guys can have time to read it, because you guys don't read as fast as me. 戦っている時みたいに叫べばいい。ムカつくって言って、あんな奴ので払いのけろよ。間違っているのはあいつの方だ。オルティナノスケは強く正しくあるべきなんじゃないのか。キリト、お前は本当にバカ正直で裏がないんだな。まるで。オルティナノスケの家訓は強く正しくあること。心の中が常にそうあれば、恥じることは何もないんだ。おい、バカってなんだよ。バカ正直とは言ったが、バカとは言っていない。人聞きが悪いぞ。心配しなくても、私は上級修験士を目指し、最後の試合ではあいつを打ち負かして聖号騎士になる。今はその日のためにおとなしくしているというだけだ。あんな奴を婿に迎えずに済むようにな。そしてオルティナノスケの名誉を取り戻すために。そうか、だったらいいけど。そのためにも私は自分を鍛え続ける。いかに横暴な態度を取られようと、戦いの腕を鍛えることは止められないからな。なるほどな。Don't want to fight another bout. Yes, you're angry. Let's do it again. そうと決まれば早速だ。もう一度勝負しないか、メディナ。今度は俺も本気で行くからさ。さっきは手を抜いていたとでも言うのか。Well, I wouldn't say I was going easy, but okay. まさか、もっと本気になるってだけだよ。望むところだ。ではもう一度相手をしてやろう。All right, let's do it again. Just prepare to mop the floor. When do we meet the uncle of Alice? Because he's a pretty chill dude, literally.
Kirito, 次は実技の授業だよ。Next class is practical skills. What does that mean? Like cooking, eating, alchemy? ああ、わかった。Alright, let's go again. Yeah, I'll do it. I've already put him on defense. Jesus. オルディナドス殿が守りの構えを取る前に切り込んできて。何？なんだと？違います。開始の合図は行いました。いた。てめえが減って。My life hurts. Huh? やはりオルディナドス家の出身というだけあるな。You.懲罰の対象とみなす。来なさい。I'm sorry. That was wrong of me. 教師までもオルティナノスケを差別するのか。そんな。わかりました。No. Explain yourself, woman. これで汚れた欠陥品と稽古しなくて済むわ。You asshole. Fucking Shinji. I mean, always hate Shinji.汚いやり方だな。そうだね。雨の放課後。さて、リーナ先輩との稽古も終わったし、帰るとしようか。Do you have a home? あれはメディナ。Oh no. おいメディナ、どうしたんだよ。お前こそ。I wanted to see how you were doing. あれ、手に何持ってるんだ。別に。水に濡れてボロボロになった本。いや、これはメディナの教科書。文字は滲んでしまったが、読めないことはない。でもこんなの禁忌目録違反じゃないのか。人のものを汚すなんて。汚していない。私の元を離れて一日が経過したわ。 I don't think that's what defiled means. 人のものを野ざらしにするなという法はない。本が濡れて使い物にならなくなったのも、たまたま雨が降ったという偶然がもたらした産物に過ぎない。貴族たちの言い分はそうだってことか。欠陥品だろうと、私も貴族だからな。その思考は理解できるよ。こんなのおかしい。先生にちゃんと言って。言ったところでどうなるんだ。あの教師の態度を見ただろう。ここにいる教師たちも皆貴族出身の者ばかりだ。欠陥品の一族の方など何があろうと持ちたくないだろうよ。でも私にはもう関わらない方がいい。お前までとばっちりに会うぞ。I don't care about that. I'll fucking stand up for myself. ただでさえライオス殿やウンベール殿にお前は睨まれている。自分から墓穴を掘るのはよせ。 My grave is already 20 feet under. Try me. エディナ。 It's not 6 feet, it's 20 feet.
次の日。あれ、メディナ、そのパン一つしか取らなかったのか？あとで猫にやるから、もう一つは取っておいている。準備いいな。おい。なんだ？お前、私の話を本当に聞いていたのか？話って？なぜ私と一緒に食事をしている？ Cause your friend。 お前たちまで無視をされるし、嫌がらせを受けるかもしれないぞ。ろくなことがないって言っても、俺たちもともと貴族のお坊ちゃん方からは避けられてるからな。うん、そうだね。もともと無視というか、嫌味は言われ慣れてるというか。そう、もともと好かれてないから、そいつらに嫌われても特にダメージ、あ、いや傷は受けないからさ。お前たち早く食べないと次の授業遅れるぞ。急がないとな。あ、メディナ、もうキリトがグイグイ行きすぎるからだよ。そうか、無理強いしたつもりはないんだけど。ちょっとメディナを追っかけてみる。え、キリト、グイグイ行きすぎだって言ってからまだ5分も経ってないよ。He never listens, doesn't he?メディナ、逃げることないだろう。一体何が狙いだ？フレン。狙いって？普通、欠陥品に人前で声をかけるやつなんていない。いたとしても、必ず裏があると決まっている。裏なんてないよ。俺に裏がないって言ったのはメディナだろ。ならば同情か。同情なんていらない。惨めになるだけだ。同情なんかで友達やるほど俺は優しくないよ。私と友達になって得られるものは何もない。私は欠陥品だ。欠陥品は一人きりでいるのがふさわしい。それが私の存在価値だ。汚名を返上するまでそれは変わることがない。人に虐げられ泥を舐めさせられるのがオルティナノスケだ。本当にそうなのかな。何？いや、俺はそう思わないってだけだよ。たとえメディナが自分をそう思っていたとしてもな。ムカつく。なんでだよ。お前みたいなおせっかい、一番腹が立つんだ。Starts no clipping through the wall. おせっかいか。そんな気ないんだけどな。You're a meddling kid. Shush, Kirito. You 17-year-old. なんでついてくる？いや、次の教室も一緒だから。I can't believe you shared class again and decided to sit next to her and talk to her.
今クソ反論できない。一体どうやってこいつを巻くべきか。That was pretty good. That was pretty good. 私の考えを読むな。へえ、当たってたんだな。本当、ムカつく。Kirito has a good Medina voice in his head. Oh, it's 5 p.m. ありがとうございました、ソルティリーナ先輩。うむ、キリト、また課外授業の要請が来ているのだが、同行を頼めるだろうか。はい、もちろんです。ユージョにも声をかけますね。ごめん、キリト。Are you out of the party? そうか。なら仕方がないな。課外授業は3人じゃないとダメだし。とはいえ、できたら参加したいんだよな。そうだ、3人ってことなら。あ、いたいた、メディナ。あれ、でも何してるんだろう。紙みたいなものを剥がして回っている。 Just like in Assassin's Creed。メディナ、どうしたんだ。今はお前に構っている暇はない。あれ、この張り紙見るな。あら、オルティナの初等練習、髪を落としたようよ。やめ。なになに、欠陥品の一族オルティナノスケの王と追放令。そんなはずはないでしょう。王と追い出される貴族なんて聞いたことがないわ。そうだ、オートに住めない貴族なんて聞いたことがない。しかも二等杓子でその扱いなどありえるはずがない。そうよね、オートに住めない時点で本物の貴族かどうかも怪しいし。返せ。おい、こんな場所に張り紙するなんておかしいんじゃないか。何がおかしいのかしら。この掲示板は伝達事項を伝えるための場所よ。だがこれは誹謗中傷じゃないか。誹謗中傷？事実を伝達することのどこが誹謗中傷なんだ。いや、だからって。ここに書いてあるじゃない、オルティナノスケは氷協会の最高司祭様より欠陥品と呼ばれた。確かに我らオルティナノスケは欠陥品と呼ばれてきた。しかし古くは氷協会を武に優れた一族として支えてきた第一代目当主はハイノルキア流の始祖と呼ばれ。ならばなぜ欠陥品呼ばわりされるのかしら。なぜ皇帝陛下はあなた方を王都の外に追いやったのかしら。
それはオルティナノスケがそんな優れた一族だったなんて聞いたことないな。やはりただの欠陥品だろう。王都に住まわせてもらえない時点で皇帝陛下が信頼されていないことの証だからね。何が違うんだい。説明してみてくれよ、欠陥品のオルティナノス初等連士。メディナ、まさか逃げるとは。ただの質問にも答えられないとは、いかにも欠陥品らしい行動だな。確かにそう言えているわね。Hey, it's only 2D image. Holy cow, she's actually mad. Look at the eyebrow. I am a blood of Horutinanosuke. I am high, strong, and strong.メディナ、ここにいたんだな。どうして来たんだ。メディナに用事があったんだ。さっき言いそびれたから。用事？お前、その髪を。ああ、全部ひっぺがしてきたぞ。掲示板の紙を剥がすななんて決まりはないからな。ただ処分する場所が意外となくて、ここまで持ってきてしまったというか。そうだ、ネストで燃やすか。ちょうど練習になっていいし。よし、システムコール。バカじゃないのか。え？こんなことしたって何もお前の得にならない。まあ俺の得にはならないな。でもメディナは嫌がってた。そんな髪を放置したくないって思ったんだ。そう思ったってだけじゃダメなのか。なあ、教えてくれないか。オルティナノスケが一体なぜそんな目に遭わなくちゃならないのか。本当は欠陥品なんかじゃない。何か理由がある。そうだろう。なぜ？これまで生きてきて誰もそんなことを私に聞こうとはしなかった。一族が欠陥品と呼ばれる理由など問わず、ただ罵るだけだったのに、なぜお前はそれを問う？メディナが誇りに思っている人たちが欠陥品だなんて俺には思えないんだ。Oh.理由がないことは純粋におかしいと思うだけだよ。それに何より、メディナのご先祖様たちはみんな立派な人なんだろ。
What the? 遠い昔に We're in the Golden Theater! オルティナノスケは最高司祭様よりセントラルカセドラルに招かれた。そこである機密任務を賜ったことがあるという。機密任務？ああ。だがその内容は私たち子孫ですら知らない。その任務を我らオルディナノスケの先祖は何代にもわたって賜り続けた。だが一度たりとも成功したことはない。そして最高司祭様は最初の任務の失敗時にオルティナノスケは欠陥品だと発言した。それを知った皇帝や貴族たちはみるみるうちにオルティナノスケとの交流を絶ったというわけだ。そうしていつしか最高司祭様も我らの実力を見限っていったのだろう。セントラルカセドラルにオルティナノスケが招かれることもなくなっていったのだからな。そんなことがあったのか。それにしても何か違和感を覚える話だ。まずはその任務がどんなものだったかが謎で包まれていること、そして欠陥品と呼んだ一族を失敗の後も何度も氷協会に招いて任務を行わせようとしたこと。最高司祭様は任務の失敗を理由に欠陥品と我らを呼んだ。だがあまりにもむごい仕打ちを。Was that the eye? Did the eye activate? Jump! Da. なぜかいつもこのことを考え始めると。Yep, it's the eye. 見始めて。妙だ。Can I look at it? 急な右目の痛み。ただの体調不良なのか。それにしては。あまりに唐突な気がする。いや、正確に言うと何かとても嫌な感じがした。これは一体。もう平気だ。そうか、ならいいけど、さっきの話を聞く限り、メディナのご先祖様たちはやっぱり欠陥品なんかじゃないな。なぜそう思う？たとえ大切な任務を失敗したとしても、やり直そうとみんなが努力をしてきた。そうだろう？ああ、だからこそ私はその意思を継ぎ、聖号騎士になり、最高司祭様のもとにひざまずいて今度こそ武功を立てる。そんな扱いを受けてもなおメディナは最高司祭に仕えたいと考えているのか。そこまでの権威を持つ最高司祭とは一体。長く話しすぎたようだな。それで私にあった用事とは何だ？ああ、そうだ。実はメディナを課外授業に誘おうと思ってさ、遊女が行けなくなったから。断る。Aww, I was hoping we could have you along for the journey. なんでだよ。いろいろと忙しい。それに前にも言ったが、お前と必要以上に関わる気はない。何より私と共にあるところをこれ以上見られるべきではないぞ。いや、この課外授業に行けなくなったら
リーナ先輩が困ると思うんだよな。それでリーナ先輩が。な、いいだろう、メディナ。私以外に誘う者はいないのか。いない、いない。私が行かなければソルティリーナ先輩は困るのか。ああ困る、すっごく困ると思うぞ。わかった、そういうことならば行くとしよう。やった、イエーイ、she's coming along。 今回だけだぞ。I need to go get food. I'll be right back in about 30 minutes.